先ほどからございます通り、この度の衆議院選挙はコロナ禍を克服し、そしてコロナで傷んだ日本の再生を担える政権、政党、政治家を選ぶ選挙であります。それには安定した政権運営の下で着実に政策を実現できる自民党公明党の連立政権しかありません。どうか皆様、この小選挙区1区には田所義則、そして比例区には公明党とともどもに勝利させていただきますよう、まずもって心からお願いを申し上げます。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。公明党は全国に国会議員、地方議員約3000名の議員のネットワークがあります。このネットワークの中で現場の皆さんのさまざまな声をしっかりと受け止め、それを政策化し政府に届けて実現を図っていく、これが公明党の大きな役割でございます。このコロナ禍におきましても、すでに70回以上政府に申し入れを行いまして、さまざまな実績を積み重ねてまいります。今私たちが打っているワクチンはすべてアメリカ製、イギリス製であります。この海外ワクチンの確保に道を開いたのも公明党であります。またいち早くこのワクチンを無料接種、なおかつ健康被害生じた場合国が保障する、この2つは法律改正をいたしまして、しっかりと担保をさせていただきました。まあ、これから、あんまり想像したくはないのですが、冬になるとまた次の大きな感染の波が来るのではないかと、そういう指摘もございます。まずはしっかりとワクチン接種を引き続き着実に進めていきます。また来年になると3回目のワクチンの接種も始まります。2回打って8ヶ月ぐらい経過すると抗体がだいぶ少なくなってくるということで、3回も接種。先日私は衆議院の代表質問で岸田総理に、3回目の接種も当然無料ですねって確認しました。総理はもうこれは全額公費でやりますということでお約束をいただきましたので、ぜひ安心して接種をいただきたいと思います。でもう一つ重要なのが飲み薬の実用化です。これまでのコロナの薬はほとんど点滴でした。ですから病院は診療所に行かないとなかなか投薬がされない、薬が受けられない。しかしこれが飲み薬が実用化され普及していけば、自宅で簡単に服用できますから、重症化防止の切り札になります。また重症化が抑えられれば病床ベッドの逼迫も抑えることができるということで、ワクチンの接種を進め、飲み薬の実用化普及を進めていけば、今のコロナ感染症も季節性のインフルエンザと同じような扱いができる可能性が出てくるんです。ぜひこれは公明党をしっかりと進めていきたいと思います。またこのコロナ禍からの日本の再生、これも大きなテーマであります。今日はもう時間の関係上一つだけお話ししたいと思いますけれども、コロナ禍で大きく浮かび合った課題はデジタル化の遅れです。昨年実現しました1人10万円の特別定額給付金も皆さんのお手元に届くの時間がかかってしまいました。役所から文書が来て、それをまた送り返して確認をして、そういうことで時間がかかってしまいましたが、仮に今皆さん、全ての国民の皆さんがお持ちになっていらっしゃるマイナンバーに皆さんがいくつかお持ちになってます銀行口座、郵便局の口座、どれか一つでいいんです。どれか一つがこのマイナンバーと連動していれば、くっついていれば、あらかじめ登録をしておいていただければ、その口座に政府が送金をすれば、あっという間に皆さんにお届けすることができたはずです。で実際に欧米各国ではこういったやり方で国民の皆さんに速やかに
給付金を支給ができてます。残念ながら日本はそういう準備が整っておりませんでしたので、これからマイナンバーの活用をはじめとしまして、デジタル化の恩恵が国民生活隅々に行き渡るようにしっかりと改革に取り組んでいきたいと思います。でマイナンバーの活用を進めるためにはですね、マイナンバーカードというのが重要になります。これはまだ国民全体の約4割弱しかまだこのカードを作っていただいておりません。そこで公明党はマイナンバーカードの普及を促進するということと、足元消費がちょっと低迷していますから消費を喚起する、この2つの目的を合わせて実現するために、マイナンバーカードを持っていらっしゃる方、これから持とうという方に1人3万円相当のポイントを提供しよう。それでマイナンバーの普及と消費の拡大両立をさせていこう、まあ、こういう今提案をさせていただいているところであります。これはこの選挙が終わりますと速やかに新しい経済対策補正予算を年内に成立させようという動きになりますので、その中で実現ができるようにしっかりと取り組んでいきたいと思います。この他にもたくさんの課題があります。こういったたくさんの課題にしっかりと取り組んで結果を出すためには、何といっても政治の安定が不可欠であります。そして政治の安定をもたらせるのは自公の連立しかありません。どうか重ねて小選挙区田所義則、比例の公明党、絶大なご支援をお願いいたしたいと思います。ただ先ほど高崎県代表からありましたように、今回北関東比例区、2議席はなんとかいけそうだ、ただ3議席までまだ残念ながら手が届いていない、こういう状況でございます。どうか最後の最後までご支援の輪を広げていただきまして、公明党3議席奪還できますよう、心から心からお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました自民党の田所義則でございます。私忙しいので知事や市長さんの前に話をさせていただきます。何が忙しいか、これから街頭演説に行って公明党の PR をしなくちゃなりません。非常に忙しいんです。私は公明党の議員の先生方と一緒に仕事をさせていただいております。もしも、この石井大臣にもですね、大変お世話になりました。素晴らしい人材ばっかりです。でも前回私は本当に悔しい思いをしたのは、2議席しか取れなかった星見さんは、私は一緒に当選した兄弟のような思いでおりました。同じ地方議会出身で素晴らしい大臣政務官も一緒にやりました。しかしながら当選できなかった。今度はそんなことがあってはなりません。何が何でも3議席を死守するために私も全力で頑張ってまいります。この公明党との連携も、歴史もあるし伝統もある、そして実績もございます。一緒に仕事をしてきたから、民主党に政権を取られた、いろんなことを言われてですね、ばらまきで言われて取られたけれども、この回復できたのはまさに公明党と共に行動したからでございます。今最も大きな課題は、このコロナ禍の収束をいかに早期に図るかということでございます。そしてさまざまな影響を受けている皆さんをどう経済的に救済をするのか、さらにはその後のコロナの後の時代、輝くような素晴らしい時代を作るためには、何が何でも公明党自民党の連携が必要でございます。しっかりとこれから比例区、どうぞ皆さん公明党絶大なこの支援の輪を拡大していただきたいと思います。今日帰り後ろのエクセルに行けば期日前投票もできます。私もしっかりと応援してまいりますので、どうぞよろしくお願いし、そして小選挙区には田所義則をお願い申し上げまして、本当に公明党が大きく伸びますよう心より願って前座の挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。本当に今この選挙は
厳しい戦いになっております。茨城県の発展はこの自公政権のバックがあってからほどです。インフラの整備や企業誘致、さらには高校や福祉などの充実、教育や福祉などの充実、これは自公のコンビがあってからこそ実現できたと私も感じて、ひしひしと感じております。高校、私立高校の授業料無償化、これも自公政権の、政策によって茨城県は施策のさらに上を越えて国の方で支援をしていただきました。霞ヶ浦、つくば霞ヶ浦林林ロード、ナショナルサイクルルートに選ばれました。あれも石井大臣、当時の石井大臣が実質的には決めていただいたものでございます。私4年前最初の選挙で本当に皆様のお力で、本当に皆様のお力の差だけで当選した人間でございますが、最初に公明党との政策協定の実施をまず真っ先にやらせていただきました。自公政権のバランスがこれから本当に透明感のない時代を迎える中でですね、日本の安定と着実な前進と人々の暮らしを守っていくのだというふうに思います。それから選挙区、自公政権のためにもこの1区何としても皆様のお力をお貸しください。田所義則候補、本当に厳しい戦いになっております。田所候補のように誠実でしっかりと着実に人々の話を、皆さんの話を聞いて政策に結びつける、そういう人をしっかりとこの茨城県で政治家として育てていかなければ茨城県の発展はございません。ぜひ皆様のお力を借りて、選挙区は田所義則、比例は公明、みんなで頑張りましょう。ありがとうございました。そして私たち地方の立場から言わせていただければ、公明党という地方と国の太いパイプを堅持していく、そういう選択が求められる重要な選挙戦であると認識をいたしております。実は今日から水戸市のワクチン大規模接種会場は予約なしで打てることになりました。及川知事はもっと早く県の大規模接種会場も予約なしにしてくださいました。最初のうちは私たちも不安がいっぱいでした。本当にワクチン来るのかな。しかしながら7月中に高齢者をなんとか終わりにする、その通りガツガツ私たち邪気まかれました。国からの要請です。その通りに答えさせていただきました。11月末には希望者全員が終わりにする、ワクチンは必ず行くから、その通りになりました。これだけのワクチンを供給できるようになったのも、私はやっぱり政権の中に公明党がいたからこそ、国際社会の中でしっかりとした交渉能力があったからこそ、こうしてワクチンがしっかり来ているものだというふうに確信をいたしております。やはり公明党があっての政権だというふうに思っています。たまには自民党がちょっとなと思うことがあっても、やっぱりそこで公明党がアクセルとブレーキをいい塩梅で絶妙のタイミングで踏んでくださる、さらにはしっかりとしたハンドリングを持ってくださるであるからこそ、この自公連立政権が高く国民から評価されているんだと、私はそういうふうに思っています。あと1週間皆さんと共に頑張っていきたいと思います。小選挙区田所義則、比例区公明党、共に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。頑張りましょう。